桑名高知市長は就任後初めて県と高知市に共通する政策課題について浜田知事と意見交換を行いました。喫緊の課題である人口減少については県が来年度創設する各市町村への財政支援人口減少対策総合交付金をどう活用するか具体的な意見が交わされました。やはり若者支援子育て支援というものをですね、高知市にもお願いをしたいというようなことを言われましたし、医療費の無償化ですよね、中学生まで、高知市も拡充をするところでございますが、とりあえずはそういったところには当てていきたいと思いますし、いろいろな子育て支援というものもですね、これから予算を見ながら作っていくということで。一方、浜田知事は数年前まで行っていた課長級の人事交流についてさらに上のクラスの管理職で行うことを提案しました。イメージとしては、いわばエース級の職員を交流をして入れ違いをしてですね、県市の意思決定をする要所にそういうポジションにいるというような形にして実質的な交流を深めていくということが望ましいのではないだろうかというご意見を申し上げまして、知事と市長は毎年8月の県市連携会議の継続を確認したほか、必要があれば今回のような意見交換の場を設けることにしています。